皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。今日お集まりいただいたのは、ね、毎年恒例選手会企画でしょ。知ってるよ。さすが山田選手。もうだって分かってますね。もうベルマーレで9年だからね。今日はですね、9月28日、はい、鹿島戦の集客イベントの企画アイデア会議です。今年の選手会企画はですね、例年よりも、さらにパワーアップしてます。はい、テーマは推し活始まりのベルが鳴るです。それもセルフですね。推し活何？何のベルが鳴る？始まりのベルが鳴る。あー、いいです。マーダリ選手どう思いますか？いや、いいんじゃないですか。いいですよね。だって選手会長がね、そうです、考えてくれてんだろうからね。そうなんですよ。まあ、日頃、僕たちに熱い声援を、送ってくれるファンの皆様に、はい、もっとこの試合を楽しんでもらいたいとか、もっとベルマーレのことを好きになってもらいたい、応援してもらいたいということで、今回この推し活企画やることになりました。それでこの企画で僕たち選手のアイデアを実現しようということで、今日僕先行でメンバーを集めさせていただきました。いや、お前が選んだの？はい、ガチ？もちろん合ってる。俺合ってる？合ってないかもしれない。だよね。合ってないかもしれないです。だよね。はい、まあ、じゃあそれぞれ意気込みだけ。意気込み？意気込みもらっていいですか？ベルマーレを押してもらえることはもちろん、山田直樹を押してもらえるように今日ここでガッツリアピールしたいと思います。お願いします。ありがとうございます。いや、それでは山田選手。山田選手に負けないぐらい自分も。押してもらえるように頑張ります。俺ガヤつくよ、めっちゃ話すよ、喋るよ。まあ早速なんですけど、はい、今回2チームに分かれてお題があるんですけど、はい、僕たちは、推し活を始めたくなるきっかけを作れるような特別体験イベントを考えるチームです。分かりますか？始めたくなるってことはまだ入ってきてない人たちってことだよね。そうだなのかな。そう。まあきっかけ作りとなるような、はい、でまあ普段試合の日に、はい、ベル12とかじゃないですか。ベル12会員の皆さんでしょ。はいはい、ベル12会員の、皆さんが参加できる特別な体験ができる。いや待って、ベル12会員でも絶対もう入ってきてるやん、もう押してるやん。ちょっとうるさいな、ベルマーレのこと。ちょっとうるさいな。キックオフ前とか僕たちの身近なところでもやってるんですけど、わかります？なんだか。え、キックオフ前で、ああ、え、試合の前とか、ハイタッチ、あのアップっていうか挨拶行く前の、あ、今ハイタッチじゃなくなっちゃったけど、あ、そう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 、横に並んでもらって手つなぐやつでしょ。え、試合前の手つなぐやつ、エスコートキッズ？あれしてない、あれしてないっけ。え、何手つなぐって。エスコートキッズですか？してるっしょ、今してますだよね。それはあのあれもそうなの。あ、そうなんだって。ですよ。知ってた？本当に知ってた？知らなかった、俺。どういう風に選ばれてるのかなと思ってた。知ってた。そうなんですよ。まあ、あとはフェアプレーフラッグとか、あと試合後ですけど、まあ、お誕生日の方がピッチレベルで記念写真を撮れたりとか、まあ、そういうイベントを今回僕たちのアイデアで、まあ、考えていけたらなと思っています。むずくね。でもいろいろやってるからね、ベルマーレは。もう、まあ、前とかは、まあ、スタジアムに着いた時にファンの方も入ってもらって写真を撮るイベントとかも回ったらしいですね。やってた、うんうん、覚えてます？俺はやってたね。あ、やってた？やってた。覚えてたの？あの年始めのさ、はい、選手とスタッフで撮るような写真をその一般というかそのベル12会員の人たちと一緒に撮ってたよ。毎試合前。あのお手元にフリップあると思うんで、はい、アイデアを出していただけたらなと思ってるんですけど。もう俺は決まってる。決まってる。もう決まってる。字下手くそだからな。俺も恥ずかしいんだよね。あんまり出したくないよな。僕からいきます。お願いします。はい、じゃん。試合前集合写真に入る。まあみんな、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、 あの試合前の写真ってめっちゃかっこいいってあの思うじゃないですか、みんな。あ、試合前ってその直前のってこと？それ。あ、それね。そこに入れればファンの方も入っていただければ
まあ、テンションも上がるし、まあ、素敵な体験になるんじゃないかなと思って。それはすごいいいかもね。じゃあ次、まあ、渡選手行きましょうか。なんでこうじゃないの、締めよ、締めは山なんでよくわかんないけど。じゃあひろきくん、はい、いいですか、お願いします。ゴールキーパーなんで、試合の時のキーパーのウォーミングアップをあのゴール裏から見てもらう。あと、まあ、ついでにそのボール拾いとか、あの、まあ、いろんなことをそのピッチでできることを体験できるっていう案なんですけど、どうですか。あのアップにってことですよね。そう、アップのキーパーだけ先入ったりするんじゃん、その後ろでゴール裏からそのボールスピードの体験とか。あ、確かにいいかも。どんぐらい速いとか、そのシュート、まあ、ゴール裏やったら多分危なくないから、あのシュート、あれいろんなとこから飛んでくるからね結構ありがとうございます。どうでしょう、いいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。自分で締めた。最後、はい、ヤーマーお願いします。はい、試合前に選手と PK 対決のミニゲームです。ミニゲーム、まあいろいろやれたらいいなと思ってて、僕が子どもの頃にプロの選手と同じピッチに立てるっていうことがまず自分の中では特別な体験だったし、それができるっていうのとプロの選手と対決できたりしたらやっぱ特別な一日になるし、思い出に残る一日になると思うので、まあプロの選手と何か やってあげるのはすごくいいかなと思ってこれにしました。確かに、あのお客さんが入ってる中で、あのやっぱり同じピッチに立つっていうのはやっぱ特別だったから、子供の時に、でもこれさ全部できるんじゃん。まあ確かにやろうと思えばね、できそうです、アップやってもらって、あ PK やってから全部一人の人が全部体験できるってことですか。そう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 。贅沢っすね。当たった10当たった10人がみたいな。これやってウォーミングアップ手伝って試合前に写真撮るみたいな。疲れるんちゃうっすか。でも俺ら全部やってる、これはやってないけどさ、アップとかもやってから、全部やってからさ試合になるわけじゃん。確かに確かに、同じような流れとかできたらさ、それいいんちゃう。全部もうやっちゃい、やっちゃい、全部やっちゃい、やっちゃおうか。はい、こちらの、まあ、アイデアは、まあ、実現できるかどうかは、まあ、まだ現段階では分かんないんで、はい、皆さんに、まあ、ぜひ体験してほしいんで、僕たちも、これお届けできるように頑張ります。頑張って、はい、頑張って、僕なのかな、頑張るのは。頑張って、みんなで頑張ろうよ。まとめの選手会場だから、はい、まあ、ということで、まあ、あっという間の、まあ、エンディングなんですけど、締めてよちゃんと。いやいや、まあとりあえず僕は締めるんで、あの感想をいただいてもいいですか、お二人に。どう、はい、どっちの感想か。いやでもまあ普段できない体験が、うん、こうやって企画としてできるようになったらやっぱなんすか。いやお前の感想なんすか、俺ら知らん。急に言われてもやっぱレア感とか、まあ、普段できないことできると思うのでいい思い出になると思いますし、うん、いい体験できると思うんで、そうですね、企画として実現できたらいいなって思います。じゃあ、まあ、山田選手お願いします。俺もいる、今のひろきのでいいんじゃん。いる。あ、一言ちょうだい。一言ちょうだいよ。普段の僕らのファンサービスしてる時とかとは違って、試合前のピリピリした雰囲気だったりそういうのも体験してもらって、さらにベルマーレを推したいと思ってもらえるような企画を、ここからはタチ君が多分考えてくれると思うので、はい、そういう企画になると僕らも3人でここに出てきた意味があるのかなと思うので、あとは頼みます。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ、まあ僕からもいいですか、喋っても、はい、どうぞ好きなだけ。まあ普段たくさんご声援をいただいてますし、僕たちが、サポーターの皆様に特別な体験を、まあ、ご用意できるように、この推し活企画にどんどん、まあ、楽しんで参加してもらいたいと思いますし、
これをきっかけに、まあ、もっともっと湘南ベルマーレを応援したいと思ってもらえるように、まあ、いい企画を準備するので、楽しみに待っていてください。大丈夫ですか？いや本当喋り出すとなんかね上手だよね。確かに、まあね、まあまあ、ちょっといつもなんか確かに陰キャラだから。誰が全然陰キャラだ。陰キャラ。それでは続報を楽しみにお待ちください。さよなら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 。推し活イベント企画、僕アンの試合前集合写真に入るは確認と調整の結果実施が決定いたしました。なかなか入る機会のないレモンガススタジアムの何レモンガススタジアム平塚って言わなきゃいけないね。あって言わなきゃいけないよね。ちゃんと推し活イベント企画、僕アンの試合前集合写真に入るは確認と調整の結果実施が決定しました。なかなか入る機会のないレモンガススタジアム平塚の綺麗な芝や試合前の雰囲気を味わっていただけたらと思います。それぞれのイベントの詳細や募集については湘南ベルマーレ公式ホームページにてお知らせします。ぜひご応募ください。推し活イベント企画、僕の案、試合前に選手と PK 対決ミニゲームは確認と調整の結果試合前の選手にパスキックインセレモニーとして実施が決定しました。やっぱり試合前のピッチや選手の雰囲気を間近で味わってもらいたいということで検討してこちらのイベントになりました。ベルマーレではキックインセレモニーは珍しいのでいい機会になると思います。ぜひ ご参加お待ちしております。え、ドルルダンですか？うん、ダン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 俺ドルルル言うけど推し活イベント企画、僕の提案した GK ウォーミングアップゴール裏体験は確認と調整の結果ドゥルル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 ルウォーミングアップの中に飛んでくるシュートを比較的安全に体験していただける場所を検討してこちらのイベントを実施になりました。過去のウォーミングアップでやったことない場所から見ていただきます。ご参加お待ちしています。